はい、じゃあ始まりましたハイチのダラダラジオ第199回でございます。今回はですね、生放送とアンケートのお願いっていうことで、特にこう身のある話をするのではないんですけど、告知とあとアンケート、まあ書いてあるようにお願いですね。で、まあ告知の方は別にいいんですけど、アンケートの方は普段自分の動画をちょっとでも使ってくださってる方は、協力お願いしたいです。すごくね、ちょっとこの今後のことに関わることでもあるので、よろしくお願いします。では先に生放送から行きましょう。今回が199回なんですが、次回のダラダラジオが200回の節目を迎えます。まずね、ここまで続けてこれたのは本当に普段聞いてくださってる皆さんのおかげです。本当にありがとうございます。で、そこで、まあ、以前からね、リクエストが多かった生放送を、まあ、しようと思っております。で、日時が7月1日の土曜日にやります。で、22時くらいからと書いてあるんですが、これは自分、まあ、息子が二人いるんですけど、子供を寝かしつけてたら22時スタートにします。もし、まあ、日によってはね、どっちかの子が、まあ、下の子とかね、お兄ちゃんとか弟とかどっちかがぐずったりしてしまうこともあるので、寝かしつけ失敗した場合は遅くなるか日を改めます。そこはちょっと許してください。ちょっと子供がいるんでね、なかなかうまくいかないので、スケジュールに関しては。で、その、もし時間を変更する場合は、ツイッターの方で言いますので、ちょっとこっちのね、動画はアップできないですけど、ツイッターで言いますので、そこはちょっと、あれ始まんねえなと思ったらツイッター見てもらえると、ありがたい。よろしくお願いします。で、内容としては、おそらく顔出しはしないと思うんですけど、一応ダラダラジオなので、とか言ってみて。以前いただいたね、相談のやつをいくつか返しながら、あとはその場でコメント、いただけると思うので、そのコメントをちょっと読んでいくみたいな感じになるかな。普段ツイキャスに来てくれてる方は、まあ、キャスと似たような感じになると思うんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、30分ぐらいかな、きっと、だと思うんですけど、まったりダラダラ話す生放送やろうと思ってますので、まあ、お時間合う方、で、ちょっと遅い時間なんでね、まあ、お時間合わない方はアーカイブ、後で、撮ったやつも残りますんで、そっちでも見てもらったらと思うんですが、タイミング合う方はぜひ遊びに来てください。で、その生放送にあたって一個だけお願いがあります。おそらく、普段のツイキャスの時はね、自分アンチコメとかほとんど来ないんですけど、まあ、人数も少ないんでね、そんな多くないからさ。ただ、YouTube 初めてやるので、まあ、もしかしたらちょっと、ね、変なコメントが、ね、来る可能性も、まあ、大いにあると。で、その時に、ぜひスルーでお願いします。自分もスルーしますんで、そこに食ってかからないでください。食ってかかっちゃうとね、言い合いになっちゃったりするのもめんどくさいし、楽しくわーわーやりましょう。はい。っていうのがお願いでございます。まあ、その時間でね、始めれるように努力するんですが、ずれたらごめん。先に謝っとくね。で、もう一個、アンケートのお願いです。で、こっちはちょっと長くなるかもしれないけど、まず、この YouTube の、で、アンケート機能を使うのが初めてなので、失敗してたら申し訳ないんですが、ちょっと指出しますね。皆さん今、画面見てくれてる、この右上のこのあたり、に、びっくりマークみたいな感じだったかな、確か。というね、印があると思うんですけど、まあ、パソコンの方とかクリックしてもらえると、アンケートが出てきます。で、それに答えてほしくって、で、アンケート何かっていうと、今、ちょっと今回編集入れてるので、パッと画面が出てると思うんですが、これ自分の、まあ、ページですね。マイページってやつです。おそらく皆さんがこう見て、普段、パソコンで見てくれてる方は、このページが表示されると思うんですね。で、例えば、普段から日常的に自分の動画を使ってくださってる方もいれば、テスト前にね、だけにこう見てくれてる方とかもいろいろパターンがあると思うんですよ。でも、ま、それはどっちでもね、もちろん構わないんですが、この、例えば、じゃあテスト前とかさ、この動画見たいなとか、例えば二次方程式見たいなとか時に、それを探すじゃないですか、動画をやっぱり。普段から例えば順番で見てる方は昨日5番だったから次6番見ようってなると思うんですけど、ピンポイントで見つけたい時に動画を探すと、その時に、この、例えば普段 YouTube のマイページから動画を探すのか、自分、塾チャンネルっていう自分のホームページを持ってるんですけど、そこにも動画の一覧があるんですね。で、そっちから動画を探すのかっていうところをまず聞きたいんです。皆さんが普段どっちから探してるのかっていう。これが1個。で、ちょっとめんどくさいんですけど、もう1個あります。いいですか ?1 個目は、このページ。YouTube のマイページから探すのか、塾チャンネルから探すのか。で、他のものからって方がいるかもしれないんで、その方はちょっとごめんなさい。今回この選択肢2つでやらせてください。で、もう1個が、今そのね、映ってるこのマイページありますよね。このページ、例えば、中学校1年生の数学理科、中学校2年生の数学理科みたいな感じで、1個まとまってるんですよ。横にこう。まとまってね、入ってるんですけど、それを崩してもいいですかっていう相談です。
どういうことかっていうと、このね、中1数学理科、中2数学理科とか、多分下の方に行くと、小学生のとか、で、高校生の数学 1A とかいろいろあるんですけど、この塊がですね、10個までしか作れないんですね。で、今、まあ、いろんな動画を撮るようになったので、ちょっとこの、なんだろう、一覧というか、このページを、形を変えたいんですね。ただ、そうしてしまうと、新しいボックスというか、その横の長いですね。それを作りたいから、あるものを崩さなきゃいけなくなっちゃうんだよ。だから、例えば、今までね、数学の、中1の数学理科だったら、ここで入ってたのに、そうじゃなくなるみたいな。場所が変わるみたいな。で、しかも、一個のボックスに今度詰め込まなきゃいけないから、例えば、中学生の数学、中1から中3まで、中3だって、中3までの数学と社会がここにありますとか、っていう風に、一個のボックスにすごいいっぱい入る状況になってしまうんですね。それが困るか、それとも崩しても OK か、新しくね、場所を変えても OK かっていうのを、ぜひアンケートの方で答えてもらえたらと思います。なので、選択肢4つ、今聞きたかったのは、動画を探すときに使うのか、このページか、塾チャンネルか。あともう一個は、このページを崩してもいいか、崩したら困るかなんですね。だから、選択肢4つあります、アンケート。まず、探すのがこのページ、崩したら困るが1個目。2個目が、探すのがこのページ、崩しても OK だよ。3つ目、探すのは塾チャンネルで崩したら困る。で、4つ目が、探すのは塾チャンネルで、崩しても OK だよっていう選択肢になってるので、おそらく失敗してないと思うんですけど、クリックか、まあ、ちょっと、あとね、あ、なんだっけ、スマホの方はどうなんだろう、ちょっとごめん、わかんないんだけど、クリックできるようだったら、そこから、そこで、当てはまるやつに、ぜひね、ポチッとしてもらえると、今後の参考にさせてもらいますので、あまりにも崩したら困るっていう方がいるようであれば、崩さずに、なんか違う形でね、やっていこうかなとは思うんですけど、ぜひ、よろしくお願いします。はい、ということで、結局7分話しちゃってるんだけど、なんだ、中身のね、ある話じゃなくて、ほんと申し訳ないんですが、ぜひよろしくお願いします。では、今回は、ハイチのダラダラジオ第199回、ちょっと噛んだね、テーマ、生放送とアンケートのお願いという形で喋らせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。では次回ね、正直もうね、今からちょっと緊張してるんですけど、ツイキャスは慣れてるんで全然いいんですけどね、ちょっと YouTube でのね、生放送ちょっとあれなんで、あたふたするかもしれないんですが、まあ、身のある話ね、まあ、30分ぐらいとあんまできないかもしれないけど、まあ聞いてもらって、なんか、新鮮でしたぐらいな感じにね、思ってもらえるような生放送にしようと思いますので、ぜひ、タイミングがある方は遊びに来てください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。